慰安婦問題をめぐり、天皇陛下の謝罪が望ましいと発言した、韓国のムン・ヒサン国会議長が、天皇を退位された上皇様に祝電を送りました。韓国の国会議長のムン氏は昨日、上皇様に電報を送り、敬意を表し、名誉な退位に祝意を伝えました。また、特に韓国に対し痛みを共にし、 和解と協力を強調してくださったことに感謝しますと伝えたということです。文国会議長は慰安婦問題解決に天皇陛下の謝罪が望ましいと発言し、日本政府が強く抗議していました。一方、韓国の文在寅大統領は即位された天皇陛下に祝電を送りました。文大統領は戦争の痛みを記憶し、 平和に向けた堅固な行動を続けることを期待しますと記したということです。